で、次に、クォン大通の者の産後の陣を振る、悪知識に合うゆえなりとは、クォン五百人伝号の昔に、成仏の趣旨を下された者、また、三千人伝号の昔、大通地成仏の時に釈尊から成仏の趣旨を下された者の中に、中途で退転して、インド出現の釈尊が、領受線で法華経を説かれるまで、生死の世界に輪廻していたのは、まさしく悪知識にあって、法華経を捨てたためである、と仰せられているのであります。ここで、悪知識とは、人を悪に導く邪悪のもののことで、知識とは、事物の認識を指すのではなく、ね、この知識、お前知識広いね、とか、そういう意味じゃないんだよと、仏法で言うとこの、まあ、ここで言うとこの知識っていう意味は、そうじゃなくて人物なんですよ。友人とか知人の心、意であるって。だ現実にそういう人なんだよね。それを悪、知識と。あ、まあ、悪友人とか悪知人、悪人を言うわけよ。そして、しかし悪知識にあっても、ここです、ツボは。悪知識にあっても、それを奇化として、喜ばしい、珍しい、素晴らしい、素晴らしいこととして、自己の信心を強情にできるならば、それが全知識となり、大馬だったが釈尊にとって、第一の全知識であると言われるゆえんもここにあるのでありますと。だからそのぐちゃぐちゃなや、この自分のこの妨げてくるような、あるいはこの自分の信心を倒ってくるような、それかもう本当に嫌な気にさせるような、むしろその菩薩の心を捨てさせるような、釈仏業を本気でやろうという心を捨てさせるような振る舞いをしてくる人こそ、最高の友達なんだ。最高の、その、全知識なんですよ。こっちがだからそれをさ、嫌気を起こすか、よし、またここがとことんご本尊の前に座って、この嫌な気持ち、それ自分じゃ自力じゃ立ち上がれないからね。ご本尊の前に座って、とことんご本尊様に全てお預けして、そのスッキリした、またこの一から本当に釈迦仏業をやっていくぞっていう気持ちにさせてくださいって行きゃいいわけだよ。自力でなんとか処置するから嫌になっちゃうんだよね。もうないんだよ。それは今までの信心では、その投げちゃいたい気持ちとか、ふてくされちゃいたい気持ちに、今までの信心じゃなっちゃう。ああ、よかったと思って、おかげでご本尊の前また真剣に座れるって。そして、新しい命をもらうわけじゃないですか。このくらいのことじゃ、俺はもう全然諦めませんよ、菩薩に思うっていうね。もっと、もっともっとっていうさ、それが本当の強さじゃないですか。それは自分から絶対出ない。でも、悪知識がいろいろこっちを揉んでくれたから、自分じゃもう、切ないから、鬱になっちゃう。鬱々とした気持ちになっちゃうか、ふてくされるか、投げれちゃうか、どっちかだったのに、一瞬ですよ。そうだ、ご本尊様の前にとにかく座って、ご本尊様に全てお預けしよう、助けてもらおうって。それは今までになかった心を一歩深く出したってことだよね。今までの心では慢心。慢心っていうことだよ。心を出そうとしないで、不適される。それ自体がもう、鬱になるのも慢心だし、心というものを常に出し続けてなきゃ、必ずどっかで叩き落とされるわけだ。だから揺さぶられなきゃそういう心になれなかったんだから、本当にこれありがたいなと、この、悪知識様みたいな、いうことだよな。それもね、そう、本当にこういうことだなと。だから、その、ご本尊の前に座って、今までここ数年間、言ってみれば、うつ病以来7時間も座ったってことはないってことは、大きく言えば、慢心の何年間だったってことだよ。そこまでご本尊様に、この、心の底からすがれなかったってことは、自分の力でやれるもんっていう風に生きてたってことじゃないですか。それに気がつかせてもらったってことだよね。その、絶対絶命こそが信心の糧ですよ。自分の力でまだ何とかなるうちは本当の信が出ないってことだもんな。自分の知恵才覚でやろうでしょうから。ってことは絶対絶命にしてくれる人こそ、その人こそまさに、もう最高の友であるってことじゃないですか。腹底からそう思えないけど、しかしな。でも、前の状況よりもご本尊がありがたいっていう気持ちは増して感じられるようになったってことは、こんなありがたいことはないよね。ご本尊様のありがたさがどん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 増していくことが、この信心を楽しむっていう最高はご本尊がありがたいと思うことがどんどん増していければ、こんな楽しい信心はないわけだよ。ご本尊がありがたいと思えないもんだからこの信心は苦痛なんだってさ。
それはご本尊のせいじゃなくて、こっちの在所、方々の解読の深さで、ご本尊がありがたいと思えないだけの、ただそれだけのことなんだから、それが消せることが一番ありがたい。そしたら、自力ではなかなか人間ってそういう、こう、深い信仰には打って出ていけないから。だから、苦しいこと、切ないこと、時にはこういう悪知識がその、ぐちゃぐちゃにすることが、自分の信心を高めてくれることなんだな。だいぶだったってやったことはまさにそうだよな。その、まあ、三つだ、中でもほら、一番重いという、ハワゴーソー。お釈迦様の教団を割って、新しい教団を立ち上げて出てっちゃったわけだよね。それ言ってみれば、お釈迦様にしてみれば、みんな中をこうやって今まで一生懸命、訓導し、教育し、祈祷してきたのに、その人たちを持ってかれちゃった。そういう出来事だったってことだよね。考えてみれば。その中には、本当にこう力を入れてた弟子たちもいたかもしれないしさ。それをそそのかされた一人の人物。で、まあ、お釈迦様はまあ、尺物だから、そもそもは32層、80種法だからね。だけど、大乗院様も考えたんです、俺。大乗院様だって、よくよく考えたら、辰の口の方なんかから、佐渡流罪の時に、鎌倉型の、まあ、鎌倉型だけじゃないと思うんだよな。全御神徒の中で、千がうちの999人は落ちたりって。つまり退転した。だ崩壊しちゃったってことだ、一度。完全崩壊しちゃった。その、自動ボンプという、お姿から廃した時にね、いかほどのお気持ちだったかと思うとさ、全部、鎌倉で、辻説法を開始してから、ずっと、もっと言えば、まあ、立秋宣言されてから、ずっとこの、釈服をし、御自らがまず釈服し、信徒を、入信させ、その人たちがまた誰かを釈服するとの、みんなこの応援釈服をかけたりなんかしてたと思うわ、その通りだと思うんだよね。で、松葉かやつの方な、松葉かやつにさ、いおりに連れてって、誰かがこう、信頼者を連れ出して、大乗院様をその釈服する、あるいは、こっちで大乗院様に来てもらえますかって出かけてって、そこで釈服をする。そうやって、日蓮の弟子たちを増やしていったわけじゃないですか。そしてまあ、それがだんだん定着していって、大乗院を自ら、そんなしょっちゅう向かなくても、この弟子たちがその役割をやってくれるような、ある程度の教団になったわけだよね。法難が起きるくらいのことなんだから、相当な教団の勢力になったわけだよ。辰の口の以前に。なので頭を取れってことになったわけだよな。方々から見りゃさ。それが、佐渡に流されたら、いろいろ伝え聞くところによると、ほとんどが崩壊しちゃったっていうことでしょう。これは、御仏の御内証から言えば、想像もつかないけども、自動ボンプの辺から想像させてもらったら、本当にこう、なんつうかね、なんとも、まあ、情けないやら、そういう思いだってね、去来したかもしれませんよね。だけど、信心の、佐渡記の御所にそういうめめしさは一つもないもんな。消えず計りなしっていうさ、だから信によってさ、自動凡夫日蓮が、御内証、久遠願所の仏様が、まあ、開いたとも言えるけども、でも、あくまでも自動凡夫なんだから、その真によってさ、教団が壊滅全部してるのに、知恵図計りなしって境地へ、到達してるわけで、まあ、そこ開いちゃってるわけじゃないですか。だから、さっきの話戻すと、教団が復活してるわけじゃないわけで。教団は壊滅状態、鎌倉では。だけど、大乗院のご教中は、もう、日月と法華経を断ずるっていうさ、日月精神と法華経を断じてっていう、そういうご教、しかも隙間だから、ね、天井の隙間から月を見てもう断ずるとか、どうしようもない最高の境地を開かれてるっていうね。日本国で一番富めるものはこの日蓮だって。一番に富んでる。俺たちも、だからその一部分を味わえるってことなんだよ。絶体絶命のさ、それからもうその絶望の淵に叩き落とされて、
その中でも最高の幸せの気持ちを味わえるご本尊様ってことですよ。それはありがたいじゃないですか。もう絶対その気持ちいけるんだ。どんなに苦しくたって、こんなありがたいことはないなっていう、一人そこにその到達できる。全世界探してもこんな直ちにそんな状態になれる信仰なんか絶対ないですよ。あったらもうどこ行ってことですよ。持ってきてみせろと。よく吟味してやるから。そこに我々は出会えてるんだ。だから、やっぱり何こそね。だから着服していかないと何が起きないから。普通にそーっと信じてるだけじゃ。何が起きないってことはこういう境地も味わえないってことですよ。もったい、宝持ち腐れみたいな。まあ、そこそこになんとなく、なんとなくふわーっと幸せになって、なんとなく書店にふわーっと守られて、なんとなく一生終わっちゃって、なんとなくナムナムして、最中に見ないし、ここに。それが、もったいないでしょうよ。どっかーんって、もう本当に過去税からの全ての財産を全部、この消滅させてもらって、そして、その、上場本の王女を取れって書いてあるんだ。で、ジャック、速やかにジャックの都へ。すぐ行きなさいって。こんなめでたいところはね、ないって書いてある。めでたいとこって書いてあるもんな。こんなおめでたいとこはないって。いやー、でもそれをなんとなくなんとなく、なんとなくこう、匂いぐらいは感じてきたよ。なんかそんな感じ。すみません。あ、そうだね。そうなんだよ。だから、ね、悪知識にあってもそれを、帰化として、喜ばしいこと。珍しく喜ばしいことだよな、帰化って。よく言うじゃんね。帰化の帰にさ、貨幣の貨って。としてわ、悪いこと、悪知識とか悪い、まあ、ここはまあ悪知識とはっきり言うんだけどね、悪知識にあって、何かそそのかされるような何しよう、あるいは信心をやめさせるような、めげさせるようなこと言われるような何しようが、ここだって私が信心伸びるときは。それがここで動いちゃうこと、どうなの、ね、芯で動くか、自分のこの頭で動いちゃうかっていう、その差だ。芯っていうのはさ、こう頭じゃないもんね。こう、身だよな、どっちかって言ったら。うん。身で、なんかもう、わかんないけど、とにかく、この前座って、ろうそくに火をつけるっていう、この、身の行為ですよ。うん、そう、火、ろうそくにつけたら、どうしても線香につけたくなるもんね。ろうそくと線香整った日にはさ、やっぱりこう、お題目を捉えたくなるじゃないですか。そういうことが、それは頭と心だけで動いちゃうと、やっぱり落とされちゃうんですよね。そこはね、ありがたいって。でも、自己の信心を強情にできるならば、それが全知識となり、台場だったのが釈尊にとって第一の全知識であると言われるゆえんもここにあるのであります。